でキャンプしまーす。イエーイ。ちょっと見て。よろしくお願いします。楽しみです。お、早い。これ何？またパイナポー。デリカの違うやつでしょ。これ何？すごっ、パイナポー。これパイナポー。これは？クマ？これは？マス。かわいい。りょうちゃん。りょうちゃん。りょうちゃん、はい。りょうちゃんです。前世です。りょうちゃんです。おばちゃんです。オッケーオッケー。じゃあまず何したらいい？鶏肉焼こう。あ、まず鶏肉焼くんやったっけ？火のつけ方。俺これ使ったことないよ。あ、本当ですか？うん。これでオッケー。大鍋だから多分すごい。熱さられる。すごい伝導が。そうなんだね。お姉ちゃんと料理する方が久しぶりだ。すごいわ。お前ら一緒に住んでたから。一緒に住んでたから。一緒に住んでた。一緒に住んでましたよ、ね。花で。私が25の時に家出たぐらい。お姉ちゃん家出たぐらい。一緒に住んでた家出た。あ、そうなんや。じゃあ8年ぐらいか。8年ぐらい一緒に住んでた。そんだけか。料理した2人で。卵焼いたり、ほんと焼き。思い出がそのぐらいしかないっていう。でお姉ちゃん味付けがすごい天才。いやいやいや、怖っ。ほんまにほんまに卵焼きとかもめっちゃ塩加減とかいつも最高やった。しょっぱい方やな。じゃあそう、大変やったよ。いや大変じゃない。でも生姜たっぷり美味しいよね。じゃあ生姜たっぷりしてます。で、熱くなってる。つなぎ脱ぎたい。つなぐ？熱っ。え？一緒にゴールディングいけるってなかったよ。すごいと思う。ゴールディング半端ない。楽しかったね。めっちゃ楽しさ伝わったんですよ。なんか伝わったよ。私の顔が違った。浮かれポンチやった。浮かれポンチ。浮かれポンチどころじゃなかったよ。向こう側になんかいろんなプロフィールとか。俺のプロフィールがめっちゃ長かった。どうしても行きたかった。え、りょうちゃんの俺のプロフィールから俺のプロフィールがめっちゃ長い。そりゃそうだよ。目だけ行ったら悔しいじゃん、また。止め方がローにしたら止まる。ローにしても止まる。はい。で、モルディブ以来のカレーだよ。一緒のカレー。あれも作らないといけない。スリランカ。あ、そっか。りょうちゃん、ほんまチャンネルでめっちゃ料理してるもんね。やばない。やばい。その私が。なんかもうこれだけ美味しそうだね。ちっちゃいの何これ？何これ？でこれ置くと火がまんべんなくすごいいくっていうアイテム。美味しそうだ。マイトちゃん。マイトちゃん。これ火消えたら、うん、なんとおかめ多めが炊けてる。ちょうど25から。すごいいいねこれ。家でもいいんじゃない？家でもできちゃう。うん、おお、この香り半端ないですね。何は？ありがとう。みんな食べてね。ありがとう。じゃあ、います。もうあと切ってくだけじゃん。景色のとやば。こっちはこっちテントの中では何が行われてんだろう。そんな感じ。
暮らしに、絶対落とすね、こうやって。わかる。家で。ありがとう。夏オイルなんで。ね。こっちは、こっちは何作ってるんですか。こっちは今、伝生くんのうどんを作ってます。はい、はい、すげえ。うどんだよ。これですね。で、こんな感じで、これはスープにうどんを入れたやつです。はい。おうどん食べたい。はい。はい、チュルチュル。チュルチュル。チュル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 。トロトロしてきたよ。柔らかいよ。いいじゃん。こういうの渡し忘れて、現在入手なの。美味しそう。だしこれ。何これ。だしつばの野菜だし。そう、オーガニックコンソメってことか。へぇー。こちらスープ。黄色。なんてやつ。これはベージュのやつ。オーストラリア。そんなの。めっちゃ素敵。オーガニックの。すごく気になる。結構なスピードでできてるよね。よかった。2人だから。もうできた。手際いい。私入れちゃう。ミルク、もう入れて。まだ集める。今日ここはこぼしそう。すごい満タンに入ってるんだそれ。めっちゃ満タン。すげー。まあ、カレー粉とのバランスで合わせて毎回こう。かわいい。足りてるかどうか。甘口。あ、どう？ゆうちゃんこれ。まだ？もうちょい入れられる？そう。飲んでみて。ああ、甘さ。あ、ちょっと黄身危ない。むずい。めっちゃ美味しいから。美味しい。どうするべきな？5枚乗せるとしたら。濃くしようよ。濃い方がカレーっぽいかもな。な、今スープって感じ。めっちゃ美味しいスープみたい。濃厚はある。うん。違うよ。甘口だし。のプーだね。美味しい。美味しい。美味しい。やった。止めました。止めました。はい。じゃあカレーはほぼもう完成。カレーは完成。はい、完成です。やったー。はい、カレー完成したぞーってやって。完成したぞー。完成したぞー。はい、ユーモ。ユーモ、完成したぞー。カレー完成したぞー。じゃあ多分できてる。うん。開けてみる。開けてみます。開けましたか。開けてる。開けてる。開けてる。すごい。開けてる。しようよ。どうだ。え、どれどれ。すごい。あ、ほう、あ、すげえ。ガチ、ガチこげてる。ガチこげ。食べてみる。どうよ。うまっ。かけてる。全然かけてる。めっちゃかけてる。すごい。硬さもない。ありがとう。なんだろう、香りがいい。香りが香ばしい。うん、香りがいい。うわ、ほんと。あ、美味しい。立ってるね。で、オニオングラタンスープ作るのに手伝ってもらおうと思います。で、カレー作ったよね、をちょこっとだけ話した。これ取らなくていいと思う。今どうなってゲストが来てくれました。高橋メアリー純ちゃんです。どうも、高橋メアリー純です。初めまして。遊びに来させていただきました。今日初めて会います。あれですね、メアちゃんは前ここで、そう、ここでカレーできました。あー、煮込んだね。いや、めっちゃ美味しそうやで。バッチリです。ということで、いただきまーす。いただきまーす。キャンプ、キャンプカレー。カレーね。ちょっとゆうちゃんもこれ。どうですか、カレー。うまっ。おいしい。おいしいわ、やっぱり。あ、キャンプのカレー最高やわ。生姜効いてるわ。うん。俺もいただいちゃおうかな。おいしい。これかな。辛いの入れたら、これだよ。これだよね。これ。まだ全然追加で入れても、うん、入れている。これもやってみよう。あ、それも美味しいっすよ。クミンの。あ、クミン。美味しい。冷たい。冷たいね。
あ、うまい。本当にいける？いい匂いする。え、うまい、めっちゃ。そんな辛くないですね。後から来ますね。なので、誰かの…あ、セレちゃん、ヒロちゃん、ヒロちゃん、いけるかな。何コンか、何コンかな。その迫力はまだ…グッズですか。めちゃくちゃうまい。お、やったね。何がうまいってよくわかんないけど。とにかくうまい。とにかく。はい、次。いいよ。3回だからね。じゃあ1回目いくよ。これやるの？そういう。中断ちゃいますよ。見えてない。すごい。見えてGood morning. 改めて。うん。改めて。このボタンを押すの忘れました。あれ。それからこのキャンプの時に、あの浦部家はホットサンドを作るんだって。ホットサンド大好きで。そうなんだ。なんならちょっとあの。もうキャンプの時はそれやるの。いつもやります。このツナチーズサンドか、うん、あんバターサンド。うわ、すごいランプ。コールマンの。コールマンの。あ、ね、かわいい。これはあと2つしかやる。あ、すごい。チリコンが絶対美味しい。絶対美味しいよね。じゃじゃん。食べてきた。チリコン感。チリコンか。チーズ入れた。チーズも入れました。あ、それはもうすげえやつ。それにもまたあれじゃない。ハラペーニョ。ハラペーニョ。何ペーニョ。ハラペーニョ。あれ全然いけんじゃん。あ、なんか新鮮な卵だな。富士山バッグのね。ありがとう。目玉食べる人。難しいね。シリコン感だってなんかそのつけるやつ、辛いやつとか。ああ、違う。シリコン感添えなの。逆だよね。逆ですよね。そういうこと。だってお皿ないやん。お皿ないやん。まあまあまあ。すごい食べれる。めっちゃ食べた。いただきます。食べちゃった。いいね、後ろに富士山見えて。うん、まっ。熱いかも。熱い、うん。あとまあ普通に硬い。うん。バターの味する。する？広がってる。固まってるかも、真ん中ら辺にバター。広がってるかも。広がってるかも。あともう一個熱いな。熱いよ。またちょっと冷めてから出るか。熱いな。ね。全然。ちょっと冷めたでしょ。おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。アンバターが難しかった、うん、なんかこの火力アンマンの味がする。それはあんこやからな。そこは夏まで取るか取るか。これね、あ、白カップ。いただかし。そうなの。こっちは何。やべえ、こういうタレとこ一緒に、ね、なんかね、どういうのね。あー、これ、あれだ、冷えない。いや、冷えるよ。冷えないじゃん、冷えるやつ。冷えが止まんないやつ。ん、冷えが収まるやつ。うーん、ステッカー持ってるわ。今回のキャンプどうでした？めっちゃ楽しかったです。本当に美味しいもので溢れた旅、キャンプだった。で、ゆうと、ひろくんと子供たちと一緒に。ラブ家とちゃんとキャンプできて、それが叶って嬉しかった、楽しかった。前世もすごいご機嫌だったし、臨時も楽しそうだったし。楽しいね、なんかお料理。楽しいけど、キャンプ場でやる料理楽しい。カレーもめっちゃうまくできたもん。よかった、途中
になって心配だったけど、あとまあベンチ君が用意してくれたあのスパイスのおかげで深みが出て助かりました。甘口しか用意してなくて子供たち用に、でまさかの直前で前世カレー食べないって聞いてやっぱ甘口しか用意してないわ。でもフェンチ君のスパイスも期待してたので、そのおかげですごい美味しく食べました。また行けたらいいね。また行きたい。本当食い倒れの旅だって美味しかった。タコスバーグお気に入り。あー美味しかったね。美味しかった。またみんなで行きましょう。はい、本当にみんながキャンプとか料理に詳しくてすごく助かりました。またみんなで行きましょう。はい、ほたらかしキャンプ場本当良かったわ。よかったよね。最高でした。温泉も最高でした。ほたらかし温泉。はい、ユウたちもねまた行きたいって言ってた。またみんなで、またみんなで行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあね。